1994年ルマン24時間表彰台でのヘイウッド・ハーレー・ヘイウッドはアメリカのレーシングドライバー。ルマン24時間レース、ベートナ24時間レース、セブリング12時間レースなどの耐久レースで活躍。ルマンでは初出場の1977年と1983年、1994年の3回の優勝を記録。ベートナでは 1973年、1975年、1977年、1979年と1991年の5回、セブリングでも1973年と1981年の2回総合優勝を記録している。デートナでの5回の総合優勝は、スコット・プルエットと並び2020年現在、最多記録となっている。 2005年にモータースポーツの殿堂入りを果たした。2019年に、ルマンのグランドマーシャルに就任した。彼は、インターナショナルレースオブチャンピオンズでインスサを4回、出走。1970年、彼は軍隊に徴兵され、第164航空隊スペシャリスト4として勤務。ベトナムは、サイゴン時代のことで任務を完了した後アフター、コンプリーティングヒズツアーオブデューティー、 He on his first Insta GT title in 1971彼は1971年に最初の Insta GT title を獲得。後のピーター・ H ・グレッグの死の際、ヘイウッドはブルーモス自動車ディーラーでの広報担当者と幹部の間柄。彼はアラバマ州バーミンガム郊外のバーバーモータースポーツパークで開催された。 ポルシェトラックエクスペリエンスのチーフドライビングインストラクターです。パトリック・デンプシーは、ヘイウッドの生涯についてのドキュメンタリー映画、ハーリーを制作。2018年2月、ヘイウッドは自助伝、ハーリー、フロムザ・ビギニングで同性愛者として公表した。現代の LGBTQ 権利動きにおいて、ストーンウォール暴動の50年記念日。 イベントを行われる2019年6月、クイルティ上で彼を、社会が全ての風変わりな人々のための平等、需要、および遺厳に接近し続けることを、活動的に保障する、先駆的な個人というプライド50のうちの一つと、名付けた。ありがとうございます。